はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第18弾をお送りします。で、今回はこの5つの熟語をねやっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。では1番から意味やっていきましょう。で、最初が Help A with B です。で、まず意味からいこうかな。じゃあこれはですね、ここに大体人が来るんですけど、 A の B を手伝うという意味になります。まあ、ヘルプがね、助けるとか手伝うっていう意味があるので、まあそれにまあ似てるとか、そこからねこういう意味になるというのは分かりやすいんですけど、ぜひですね、これセットで覚えてほしいのが、よいしょ、似てるでいこうか。今回これすごく似てます。 Help A To で B って書くときもあるんですけど、ちょっとほにゃららで今回書かせてください。 Help A To ほにゃらら、つまり With のところが To に変わってるんですが、こうなるとまた同じように人が来るんですけど、大体 A がほにゃららするのを手伝うっていう意味になります。で、ぶっちゃけ似てるじゃないですか、意味としては。そんなに変わらないと。じゃあ何が違うかっていうと、これね、ここは to なので、まあ不定詞をイメージしてくれるといいんですけど、 to の後動詞の原型が来ます。つまり動詞がつながる。で、その動詞を使ってほにゃららするの、ほにゃららすることを手伝うよっていう風に使ってください、 to の時は。で、じゃあこっちは何なのかっていうと、ここ動詞じゃなくて名詞が来ます、基本的に。まあ名詞じゃないのも来るとかあるんですけど。で、一個例文言ってみようかな。どうすか、 Will you なっていいか。ここいけるから、ちょっとここに書きますね。help だから、Will you help me with の方ね。with the ホームワークにしようか。ホームワーク宿題ね。あ、マジっと。マークがおかしい。よいしょ。Will you help me with the homework? みたいな感じで使うことができると。で、Will you から始まると、ほにゃららしてくれませんかって。つまり、help! 手伝ってくれませんかって言いたい。で、今、help me with the homework。で、まあ、宿題っていう名詞が来てるんですけど、使ってると。だから、me、私の宿題を手伝うっていうふうに使ってるんです。をしてくれませんか?だから、ね、俺の宿題手伝ってくんない?みたいな感じで言ってるわ、これ。Will you help me with the homework? みたいな。こういうふうに使ってください。だから、with の後に名詞というか、まあ、宿題っていうのが来てますよね。で、to だったら、動詞が来なきゃいけないので、そこで区別して覚えてください。よし、じゃあ次ね、be willing to です。2番、be willing to。これが、喜んで、ほにゃららするという意味になります。これも to が来てるんで、後ろ動詞の原型がつながります。まあ、ここはグラッド。あのね、このグラッドで言っても同じような意味になります。be glad to みたいな。なるんですが、まあ、今回ちょっと書くスペースないんで、be willing to のみで大丈夫です。ね、次ですね。これたまーにね、扉から出てくる。ought to ですね。ought to。で、これ、なんかね、不意打ちですごい出てくるイメージがあって、ほにゃららすべきだという意味の、すべきっていう意味なんですけど、これね、すべきって言われて、あの単語と同じじゃんって、ぜひね、思い出してほしいんですけど、同じですね。これ熟語じゃなくって単語なんですが、こいつです。should。should ね。これ同じ意味。should と ought to って同じなんです。で、例えば、これ余談になっちゃうんですけど、これよりも有名な書き換えは、must。これしなければならないですよね。ほにゃならしなければならない。これって、have to と書き換え同じなんですよね。否定文になると意味変わっちゃいますけど、must, have to, 両方ともほにゃならしなければならない。で、こっちはめっちゃ出ます。こっちは。で、should も習うし、完全に覚えなきゃいけないんですけど、これは習ったり習わなかったりします。そう。まあ、塾行ってる子なんかは習うと思うんですけど。
で、ぜひね、オート2、これとシュルが同じなんだっていうのを覚えておいてください。まあ、できればね、マストとハフトゥ、シュルとオート2みたいな感じで覚えてもらえるといいかなと思います。で、次、シーム2ですね。シーム2。で、これですね、まず意味1個言おうか。ほにゃららのように見える。ほにゃららのように見えるね。で、自分はこの意味だけで覚えちゃってるんですが、一応調べてたら、カッコにしようか。ほにゃららするようだと。この意味も結構載ってるので、一応書いておきます。まあ自分はほにゃららするよう、ほにゃららのように見える。で、いつも訳しちゃうんですけど。で、どういう風に使うかっていうと、これも to なので動詞の原型が来ます。こっちもそうね。old to も動詞の原型来るんですけど、どうしようかな。さっきの例文でいいか。じゃあ、he 使って、he ね。で、seem to 使いたいんですけど、3単元の s、発動する he にしちゃってるんで、s つけます。to。で、じゃあ動詞の原型、b 動詞の原型で b ね。he seems to be happy みたいな。で、これ be happy。happy だから happy です。幸せですってことね。で、幸せですのように見えるっていうことだから、彼は幸せそうに見えるねみたいな。なんか幸せそうだね、嬉しそうだねみたいな。風な意味になります。だから、ほにゃららのように見えるって、まず意味を覚えてもらって、ただ、それをきっちり当てはめると、ちょっと変な日本語になることが多いです。seem to って。だから今も、彼は幸せですのように見えるみたいな。なっちゃうんで、ちょっとうまく変えて、ね、意味を訳してもらって構わないので、seem to がほにゃららのように見えるっていうのを覚えてください。で、中学校のうちの seem to だったら、今 seem to be ってこう使いましたけど、これで使うことがすごく多いです。だから seem to be でもいいかなと思ったんですけど、まあ一応 seem to で書きました、今回。seem to be ほにゃらら。だから、he seems to be sad っていうと、あれ、彼悲しそうに見えるね、みたいな。sad 悲しいなんでね。そういう風に使うことができます。で、一応書き換えも覚えてもらおうかな。よく出てくるものなので、seem to の書き換えで、あ、飛んだね。ちょっと待って。e が一個抜けちゃった。it seems で、that はね、省略することもできるんですけど、一応it seems that ほにゃららと覚えてもらえるといいかなと。これ書き換えです。ほにゃららのように見える。ただ、seem to は to が来てるんで、動詞の原型が来ますよね。be みたいな感じで。it seems that で来た場合は、後ろに文が来ます。で、今回、例えばこれを書き換えるんだったら、彼が幸せそうに見えるんだよね。なので、ここに、彼は幸せですって文を書きます。つまり、彼は幸せですだから、he is happy。こうやると、it seems that he is happy。彼は幸せですのように見えるっていう意味なので、同じ。これが二つの意味になり、あと二つの文が同じ意味になります。まあ、できれば書き換えの方もね、覚えておいてください。で、ラスト、even if ですね。even if。これは、たとえ、ほにゃららでもと。まあ、意味だけなんですが、今回ね、これも覚えておいてください。はい、という感じで、今回はね、この5つやらせていただきました。はい。この時間ね、ほんとどうにかしろって感じなんですけど、まあ、あと、19、20の2回で終了なんでね、この時間もお付き合いいただけたらと思うんですが、で、自分ね、きっかけ英熟語ってこのシリーズなんですけど、きっかけ英単語っていうシリーズもやってたんですよ。で、それも終了してるんですけど、それ、ラスト2回使って、ちょっとからくりというか、メッセージ性の込めたね、動画にしたんですが、決してね、こっちの方は、問題が5問しかないっていうのと、ちょっとそういうからくりが作りにくいので、普通のオーソドックスに終わります。申し訳ないんですけど、あとが、上か。なんで、19、20と普通の動画がね、続くんですが、よし、もしよかったらそっちの方を見てみてください。大丈夫で合ってるよね。はい、ということで改めてなんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では、さっきも言ったようにね、あと2つで終了となりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。